仙台メディアテックのアートノードっていう事業の中のトークで、コロナ版ということで、いつものトークだったら、現場でお会いして、実際お客さんの前で話してたりするんですが、今回はみんな収録だったり、こういうふうにズームでミーティングみたいな感じで収録しています。で、今日のタイトルが、秋田、岩手、仙台、地域における表現の場の実践ということで、まず最初に先週チャンネル A って呼んでるんですけど、A のチャンネルで、ココラボの後藤さんと、シグの清水さんと、ターランドの関本の代表3人で先にトークしてもらいまして、今回はより現場に近いスタッフ、アーティストがということで、この3人でお届けするんですけど、自己紹介をしていただきたいなと思います。最初、じゃあ、秋田、菅原さんからお願いしていいでしょうか。はい。よろしくお願いします。お願いします。造形作家をしています、菅原と申します。ココラボが入る川端中央ビルの3階に、自分の作品を売るショップとギャラリーを、去年の7月にオープンさせました。アンドトイロっていう名前で、ここを拠点に活動しています。秋田市出身で、北海道の方に6年間大学で行っていまして、まあ、教員免許を取ったのもあり、ずっと教員の仕事をしていました。15年ぐらいですかね。今も秋田大学で非常勤講師をしながら、このショップを、経営しています。はい、シグアートギャラリーの千葉真理と申します。シグ自体は今年の4月から働き始めまして、もともと宮城県出身で、山形の大学で、その時は自分自身が創作活動していて油絵を描いていました。で、次第に何でしょう、展覧会を作ることですとかそういったことに興味を持ち始めて、福島の方で、就職して、猪苗代に始まりの美術館というところがあるんですけれども、社会福祉法人が運営するアートスペースでして、そこの立ち上げに関わって4年ほどその法人にはいたんですけど、その後で盛岡の方に引っ越してきて、盛岡では最初は観光交流施設というところがあるんですけど、そこで学芸員と運営ディレクターという仕事をしまして、そこにも4年ほどいまして、まあこの4月に転職してシグアートギャラリーの方で働き始めました。ありがとうございます。じゃあ私もとりあえず自己紹介で、ギャラリーターンラウンドの阿部智美です。よろしくお願いします。お願いします。私は仙台出身で、もうずっと仙台にいるんですけど、学生時代も出てないのでほぼほぼ仙台しか知らないんですけども、ターンラウンドは2010年にギャラリーはスタートしているんですが、2008年に、なんかアート集団みたいな感じで、ワークショップとかを、なんか小学校行ったりとかして、やるようになったっていうか、まあ、関本がそういうのを始めて、私その頃から割と最初からお手伝いしていて、私別に美大とかでもなく、特に美術は学んでいないんですけど、あんま言いたくないんですけど、なんか中学校の同級生で、それが結構、この流れで、はい、なんか手伝っているうちに、今に至ってるんですけど、で、今、まあ、ギャラリー2010年に始めて、今年10年、10周年で、主にカフェ、うちのギャラリーカフェもついてるので、なんかカフェの業務と、ギャラリー業務と、なんかチラシ作ったり、ちょっとデザイン、濃い業務とかいろいろ何でもやっている感じで日々動いています。今回なんか副代表ってついてるんですけど、
あんまり名刺とかには副代表って書いていなくて、こういうここぞっていう時に使ってるぐらいなんですけど、一応なんか何かあった時は副代表に急になる感じで、常日頃、まあ、去年もう一人入ったので3人で動いてるので、一応副代表として主にサポートメインで頑張っています。 A の時はなんか清水さんも後藤さんもギャラリー背景で撮影やっていて、うちだけちょっと白い壁で何もなかったんですけど、と思って今回ギャラリーに私来てみて、ちょっと今日から始まっている笹俊さんという方の個展を後ろに展示してるんですが、今回菅原さんは自分のアトリエ、お店、さっきお話ししたアンドトイロのショップ部分です。で、この隣の部屋に今自分の作品を常設してるんですけど、ちょっと一部持ってきてます、後ろに。通常は彫刻はこちらに置いてないんですけど、はい、この球体のすごい展示が甘いんですけど、うん。彫刻と、あとは、まあ、自分で、ハグっていう名前でクラフト作家もしているので、はい、まあ、こちらのショップではそのハグの作品をメインにして売っています。で、こういうイチジクなんですけど、はい、こういうブローチだとか、あとはこういう光るオブジェですね。磁器でできてるんですけど、この間 Facebook で拝見して、ありがとうございます。ブローチを欲しいなって思いました。ありがとうございます。買います。いちじくのブローチが一番人気です。かわいいです。すごいグロテスクなんですけど、なんでしょうね。西日本の方特に可愛いって言うんですよ、これを。可愛いです。可愛いです。東日本も可愛いです。東日本、東北も可愛いと思います。東北ってあんまり食べる機会とかないですよね、生で。ないですね。ない。うん、食べたことないかも。だからこんなに、まあ何百個っても今まで作ってるんですけど、1000個くらい作ったかな。なんかこんなにイチジクに関わることもなかったので、なんかそういう新しい発見がハグのクラフトの方では多いですね。それ素材って？素材は陶器です。陶器で、全部陶器で。陶器です。ただ最近こう時期に変えてます。ちょっと強くしたいので。そうです。さっき言ってました。はい。時期。うん。なんか素材にこだわりなくて本当に何でも使いますね。木材もですし、うん、でもメインは陶器で作ってます。そのココラボさんと同じビルの3階ですよね。そうです。3階に入ったきっかけって、私彫刻を一番長くやってるんですけど、まあ彫刻だけだとやっぱりこう何ですかね、見せるお客さんも限られますし、まず とっつきにくいっていうのがすごくある分野だと思うんですよね、絵画とかデザインに比べて。しかも秋田の中だとすごく私の年代の彫刻をやる人口がすごい少ないのもあって、それでこうどうしたらこう造形として見てもらえるかなと思った時に、そういうクラフト寄りの作品も作ってみようと思ってハグの方はやり始めたきっかけなんですけど、デザイン的な部分含めクラフトファンって本当に全国にたくさんいるので、そういうまず、まあ、お金を得るっていう目的もあるんですけど、まあ、自分の表現の幅をこう増やしたいっ
ていう気持ちが一番強くて、そういうハグっていう名前でクラフト活動を始めたのが10年前ですね。なので、うん、まあ彫刻は15年以上前から続けてるんですけど、うん、ハグ自体は10年、今年で11年目になります。あとはまあ大学の講師業もやって、まあ、3つでこう自分の制作活動を続けてるって感じですかね。そのまあ大学の講師とあのクラフト作家のハグとで彫刻家っていうのがこう自分の中で何だろう、精神的なバランスを取れる3つだっていうことに気がつき、あの今もずっと続けてる状態です。まあ、どれが欠けても、まあ、生活に支障が出てくるっていうのはありますね。まあ、金銭面でもですけど、うん、まあそうですね、一つに絞ると、多分彫刻だけに絞ると精神的に参っちゃうのであの彫刻はまあ自分の内側に入っていく作業というか、あの本当自分のために作ってるところが大きいので、まあ、外にどんどん発信していきたいっていうよりかは本当に自分の救いとしてやってる部分が多いので、そういう意味で、まあ、ハグのクラフト活動って割とこう外に発信してお客さんとつながって、あと何ですかね、作家としてこうフルオーダーを受けたり、あの求められるものがすごく多いので、本当に勉強になってる部分は続けてる理由として大きいですかね。うん、場所を持ってショップも持っているアーティストってそんなに本当にいないですよね。うん、そのショップは毎日開けているわけでは、まあ、月曜日と火曜日はここのビルの定休日なのでどこも開いてないんですけど、まあ、週1回大学の講師業があるので、それ以外は基本的には開けてます。ただまあ作らなければ売るものがないので、あの、まあ、お店の片隅で作ってたりとか、あとはまあ家帰ってからもう夜ですねあの寝る時間を削ってもう身を粉にして制作はしてます。なので作らなければ売れない、売る環境ができないっていうのはすごく大変なんですけど、まあ自己管理さえできれば自分次第でいかようにもできるショップというか、他の作家さんのものをこう取り扱ってるわけではないので、もう本当に全部自己責任の中にあるですね。なので、まあ、すごく特殊かもしれないんですけど、自分のやり方を存分に発揮できる場所っていうのはすごいありがたいなっていう感じです。ココラボさんで展示したこととかもあるんですか？あります。ココラボで展示するときは基本的には彫刻ですね。過去2回か3回はグループ展で展示させてもらってました。まあ、後藤さんはまあアーティストとして一緒にイベントに出たりだとか、最近だとこういうものを後藤さんと一緒に作ったりしてました。あの空気ひとしっていう名前で後藤さん活動されてるんですけど、この風車の部分をメインにあのプロダクトをやられていて、まあ、後藤さん曰くその別人格で動いてるものなので後藤さんではないっていう。やっぱりそうなんですね顔出してて顔は完璧に後藤さんなんだけど名前は違うから、こう同一人物とかっていう設定どうなってるのかって思って、ここにこう載ってるのが後藤さんですね。そう、後藤さんですよね。でもどう見てもでも空気ひとしさんでこう活動してるときはもうこの格好なんですよね。
なのでなんていうかちょっとめんどくさかったんですけどまあ一緒にこうプロダクトを作ったりっていう活動も最近はまあコロナになってからすごく増えましたね。誰かとコラボレーションするっていうのはものすごい今年増えました。うーん、今のそのなんだろう、皆さんココラボさん行ったことあるのかわからないんですけど、ココラボさんって1階にギャラリーがあって、うん、あのビル自体今って2階がカフェですか？あ、カフェはない。そうです。あの2階カフェとあとお花屋さんが入っていて、3階は私のショップとあとは音楽やられる方たちのスタジオっていう名前の場所と、あとは衣料品を売る方、シックスジャンボピンズさんっていう方が入ってるので、川端中央ビル自体は6店舗今入ってる状態ですね。なんかすごいいいですよね。はい、ですね。一箇所に行くと本当にいっぱいお店があって、うん、いろんな人に出会えて。なんか去年、ようやく全部の部屋が埋まった形なので、こう多種多様で来たお客さんはすごい面白いって言って帰っていかれる方が多いですね。さっきちょっと千葉さんとお話ししてたんですけど、うん、はい、千葉さんは上の存在に気づかず一回前に行った時に、数年前に行った時にそのギャラリーの方しか気づかなくて今度は絶対行きます、はい、あの3階まで上がってくるお客さんすごく少ないのでこれ後藤さんが問題なんじゃ大丈夫、1階の推しが、あの看板自体がちゃんとした看板がビル自体にないので、あの何がどこに入ってるっていうのがこう外から分かりにくいっていうのはありますね、うん、今ちょっと後藤さんにその看板制作をお願いして、やっとやっとお願いして、まあ、はい、いつ出来上がるかっていう感じですね。シグさんの背景はショップですか？そうです。あの A チャンネルの方で清水があのギャラリー側の方を背景にしてたんですけど、今度私はちょっとシグ今年の展示は終わってで、ショップの方はこのようにあの常設とショップになっていて、これまで個展してくださった方の作品をそのまま継続で預かったりだとか、あとはアートブックターミナル東北というあの本の形をした表現物を公募してるんですけど、そこで集まったものの中からあの継続したものですとか、かなり特殊な品揃えの本当にここにしかない商品があるようなショップになっています。たくさんですよね。結構すごい、あの本が面白くて、私も伺った時にずっと立ち読みさせてもらってましたすごい、なんかあんまり見かけないような本当個人的な作家さんが多いっていうか、うん、面白いショップですね。ずっといられる感じ。うん、そうですね。本当に、ここにしか置いてないものたくさんあって。最近は結構、あの、東北の美術館とかの本とかも少しずつ仕入れ始めていて、楽しいと思います。壁が黒いんですね。黒い。今黒ですね。これも1年前くらいに黒にしました。そうです。もうあれですかね。自分たちで、じゃなくて、ちゃんとリフォームみたいにして業者さんがやってるんですか？こちらはおそらくスタッフなんですけど、あのレンタルスペースオープンしたのが、それも1年くらい前で、そのこのショップの奥がレンタルスペースになっていて、まあ、そこは設計が別で入って改修して、あの奥をスペースのスペースを設けたので、その時もちょっとこう変えるきっかけにはなったか、ショップの方も変えるきっかけにはなったかなと思います。私あのトナランの最初からいるので、 A の
方でもちょっと言ってたんですけど、大柳亜希さんっていうアーティストがいて、その人が割とこう、なんかみんなをつないでくれるっていうか、紹介してくれる人だったので、大柳さんはその時は宮城県にいたんですけど、私たちがこうギャラリー始めたいって言った時に、秋田にココラボさんっていうところがあって、始めるなら最初に見に行ってお話とか聞いたらいいよみたいに言われて、見に行って、2階のカフェでギャラリーってどうやるんですかっていうのを聞かせてもらって、シグさんとも多分大柳さんが秋田にシグっていうのあるよだから、あるよ、できるよみたいな、シグさんもなんかたまらんに1回3人で、最初の3人で来てくれた時あって、なんかその時とかの話だと、みんななんかこう自力でもペンキ塗りとか床かしかしとか、すごい自力でやってたのを今ちょっとその壁で思い出したんですけど、で本当はその大柳さんがここにいてもいいぐらいのなんかこう存在なんですけど、キーパーソンですね。そうですね。なんか、大柳さんに限らないけど、いつもなんかこう、いろいろつないでくれるのって、アーティストさんなので、すごい、いつもありがたいなと思うんですが、そもそも私たち、今日ほぼほぼ初めまして、はい。で、そうですね。そうですよね。A の人たちって10年ぐらいの付き合いがあって、なんか割と友達な、すごい幼馴染み感。そうですよね。関本のこと筋肉くんって呼んでて、筋肉くんって呼んでたのって大柳さんなんですけど、久しぶりに筋肉くん聞いたと思って、筋肉くんって誰だろうと思って、ちょっと笑っちゃったんですけど。もうまあ皆さん親しみあるキャラクターですからね。そうですよね。なのでもう人柄。飲み屋にいるような会話がすごい楽しかったですね。A の会話が。長く続いてるのって、あの3人のそれぞれの人柄だいぶあるんじゃないかと思いますよねって、なんか上から言いますけど。民間で本当に続けていく孤独みたいなのをこう分かち合えてるからこそ、続けてられるような特別な関係なんだろうなと思って見てました。なんかこう感動を覚えるというか、はい、結束みたいな感じがすごいしました。なんか昔は本当になんか誰かの、それこそまた大柳さんですけど、大柳さんが秋田で展示やるからみんな秋田に集合して飲み会とか、うん、仙台に来て飲み会とかあったんですけど、最近なんでしょう、みんな忙しくなって全然そういうのできてないんですけど、そういうのしたいですね。したいですね。したいですね。そうですね。A のトーク聞いて感想っていうか、まあ、今ちょっと話しましたけど、あの千葉さんのことを悩みがないみたいに清水さん言ってましたけど、どうなんでしょう、実際悩みなくないですよね。あ、悩み、あの、そうですね、なくはないかもしれないんですけど、なんかなさそうとはよく言われます、ね、でもなんかもう悩みというよりは、とりあえずこう やってきたやっていくしかないなという感じで、ずっとこう走っているっていう気持ちはあります。千葉さん、シグに入ったの去年、あ、今年、今年の4月です。自ら入ったんですか？入ってくれって求人が出たんですよね。で、求人があるよっていうのは聞いてたんですけど、求人が出て本当に採用試験を受けて入ってきた形になります。でもそれ以前からちょっと少し企画で手伝ったこととかはあったりしたので、知ってはいたんですけれども。今って割と
清水さんとかもそんなに展示のセレクトとかキュレーションとかそういうのには全然ほぼほぼタッチせず。そうですね、ほとんどデザイン部とギャラリー部があるんですけど、デザイン部の方中心に全体を見ていて、仕組みだとかそういった部分をこう見ているので、シグの企画自体はスタッフ、今いるスタッフが、まあ考えて進めて、まあ、もちろん清水に確認もしながらですけど進めていくという形になっています。でということは千葉さん結構あともう一人いらっしゃって、二人でっていうか、でももう一人の方はキュレーターではないっていうか。あ、そうですね、一応私が一応キュレーターという役職名で、もう一人はアシスタントキュレーターという役職名ですね。で、まだ大学を出たばかりの新卒のスタッフなので、その二人と、あとはギャラリー部とデザイン部を兼務しているスタッフがもう一人います。なんか、この東北の民間ギャラリーの、まあ、アーティストの現況っていうことで、二人で大変じゃないですか。その、後ろのショップの管理とか、展示のこととか全部やられるんですよね。そうですね。で、会期中は店番、そういうショップの会計とかもやったりだとかしていて、あとやっぱり展覧会をいくつか並行して準備しているので、二人いてもやっぱり人数が増えれば増えるほどやりたいこととか、もっと力入れたいこととかも増えてくると思うので、どうしてもそこ、皆さんそうだと思いますけど、なんかこうギャラリーやりたいなとか思ってる人とかいたら聞きたいと思うんですけど、本当に何でも人数足りなくて大変ですよね。残業とかするんですか？残業、一応7時終業なんですけど、はい、やっぱりちょっとそうですね、はみ出しちゃったりするんです。ただ私子供いるのでちょっとそうなんです。でやっぱ夕飯とかには間に合わないので、なんかお風呂までに間に合うように帰ったりとか、あ、ごめんなさい、していました。大変ですね。でもシグさんって企画で動いてるっていうか、がメインで今も動いて、時とかは展示終わったら次の展示までは少し準備期間みたいな、割とすぐ次々入ってる。そうですね、通常は本当に月から金で次の展示っていうか、あの形ですね。2週間プラス土日くらいの会期のものがほとんどで、で5日空けて次の展示っていうのが多いですね。でもちょっとこう冬季の休業とかは長かったりとか、企画によっては後ろ少し長いものとかもあるんですけど、月に2本ある月もあるという感じですね。1年の計画とかって出すもんですか？あ、そうですね。だいたいこう会期を決めて、展示作家さんと一緒に準備していくので、1年前くらいからお声掛けすることもありますし、直前の時もあります。手持ちですごい、あの計画立ててやっていかなければならないっていう、またココラボのギャラリーと、まあ、ターンアラウンドさんともまた違うようなやり方ですもんね。そうですね、その企画展なの で個展がやっぱり多いんですけど、前回のそのシグセレクトとかは久しぶりのグループ展でした。今、トーストっていうレンタルスペースも1年ぐらい前からですかね。そうです。決められて、なんか清水さんはあんまり作ってって言うから作ってみたら使う人がそんなにまだ来てないみたいなこと言ってたんですけど。ですね、なんか本当にコロナウイルスの影響もあると思うんですけど、その4月くらいからは1回ほとんどなくなって、でもまた今は月に1個か
2個くらいずつは入るようになってきたんですが、でもやっぱり埋まっているという感じではないですね。うちの部屋はもう借りる人が結構自由にっていうか、インストールして展示やって会計とかも全部もうお任せっていうか、基本的には本当にただ貸すスペース。そうです。で、まあ鍵を開ければいいって感じですかね。いいって、まあ他のことも広報もするでしょうけど。そうですね、展示もあれば、ワークショップとか、講演とかも、これまでありましたね。で、本当に美術に限らず、もうちょっと、日常に近いような表現の方にご利用いただいてるかなというのはあります。去年使わせていただきました。ありがとうございます。秋田の、まあ、家具で参加したんですけど、食べ物から衣類とかオブジェとか、そういう作家さんたちの展示販売をさせてもらいました。誰かも言ってましたけど、盛岡と仙台ってなんか行き来割としやすいっていうか、まあ、車でもまあ行けなくないし、新幹線とかバスとか使っても割と一本でピュッて行けるから、展示とかあれば時間あれば見に行くんですけど、秋田に行くことがなかなか仙台からだとなんか遠いので、なんか交通の便もですけど、なんか心の距離というか後藤さんに無味無臭だって言われちゃって、仙台のイメージが無味無臭って結構なんだろう、結構ですよね。いや、なんていうか、何にも、染まれるみたいな。あ、そっちの。やっぱ都会のイメージですかね。うんうんうん、なんか私からすると、シグさんも、なんていうか、盛岡の中にあるけど、一つの都会みたいなイメージは、すごいありますね。でも確かにシグのギャラリー側はホワイトキューブで床もちょっとグレーとかで、あまりこう性格がなんだろう、ないようなイメージにはなってるかもしれない。そのスペース自体はやっぱ企画展示されてるのもあって、こう気軽に、まあ、トーストできましたけど、こうシグでの展示をするのがすごい目標にしてる人とかも秋田にすごいたくさんいたりするぐらい、やっぱりこうちょっと一つ抜きんでた、まあ、全国的に活躍してる作家じゃないとなかなかこう出られないっていう、ちょっとハードルも感じたりはするんですけど、でもこう清水さんとか、そのなんだろう、千葉さんとかのお人柄とか見てると、すごくなんていうか、シグのイメージがまた変わったというか、素敵だなと思って、うん、そうです。すいません、軽い感想ばっかり、はい、すごいシグさんいいですよね。いいです、いいにひとくくりでいいですよねみたいな、周りに惑わされずみたいな、突き進んでる感じがしていいなっていつも思いますありがとうございます。なんか私もシグに入る前はやっぱりちょっと憧れのギャラリーだったので、でもそう内部になってからにはそういう気持ちではいられなくて、今も大好きな場所ではあるんですけど、なんかもっとなんだろう、もっと若いアーティストの方とかと一緒に作っていけるような場所になったらいいのかなっていうのはすごく思っています。なんかそのトースト、またトーストの話にあれですけど、レンタルスペース作ったのって本当にこう周りから作ってって言われたから作ったのが一番なんですか？理由みたいなの。そうなのかなと思います。ちょっと私も、そっか、作る時まだいなかったので、その時のことはちょっと詳しく知らなかったんですけど、
ギャラリーと、なんだろう、カフェとか、もうちょっと雑貨屋さんとかの中間になるような存在っていうイメージもあったみたいで、もっとやっぱり日常に溶け込んでいくような場所っていうのを目指している部分はあるのかなと思いました。A チャンネルの時に後藤さんが美術に限らず生活の周りにある創造性を刺激するようなことっていうのを結構冒頭の方でおっしゃってて、そこに結構近いのかなっていうのはあります。清水さんはもうほとんど経営の全体をこう考えていて、一人そういうのは全部お一人でやってるんですよね。経営のことっていうか、まあ、社長だから当たり前だけど、シグをこうしようとかホームシックのこととかを全部こう一人で見てるですよね。前は那須さんっていらしたじゃないですか。はい。みたいな人はいなくて、もう。そうですね。スタッフから、スタッフと相談したり、アイディアとかは共有したりはしてますが、やっぱり清水が全体を見ているという感じかなと思います。やっぱ、聞けば聞くほどシグさん、いいなって思いますね。逆に棚欄ってどう見えてるんでしょう？今聞いてて。すごいいろんなところで、名前を目にして、これもやってたんだっていう、すごくいろんな事業に関わっていて、何人くらいスタッフの方いるんだろうとは思ってました。3人です。なんか、ふんわりしたお二人の、なんか人柄が、なんか代表を支えてるんだなっていうのが今聞いてて思いましたね。本当ですか？独自の雰囲気というか、なんかね、清水さんもおっしゃってましたけど、その悩みを表に見せないというか、その、なんていうか、そのふんわりした雰囲気ってすごい大事ですよね。民間のギャラリーさんってめちゃくちゃ忙しいでしょうから。うん、お父さんは、まあ、今、お一人でやられていて、まあ、お手伝いで来る方もいらっしゃるんですけど、もうデザイン業務も、そのギャラリーの展示も、あとは、まあ、アーティスト活動も全部やられているので、もう休みなんてない状態ですよね。もうずっと夜中も、もう、何ですか、日付変わるぐらいまでお仕事されてるので、だからこういうスタッフの方たちがいるいないじゃ精神的な支えも全然変わってくるだろうなっていうのは見てて、なんか後藤さんにそういう人がいればいいなって、なんか心みたいなすごい思いましたね。うん、菅原さんはあんまり後藤さんの1階のお手伝いとかは特にしない？そうですね、私自体も独自で動いてるので、ただビル全体のことも、まあ、後藤さんが取り仕切って、まあ、光熱費だとかすごい細かいとこまでやってくださってるのを、少しそういう雑務的なことを、まあ、こちらに振ってもらって、本当にちょっとしか、まあ、支えるところがないというか、コラボの人間としてじゃないとできないことってすごい多いと思うので、あんまりこう支えとかには慣れてないんですけど、でもまあ作家として私が活動しやすいように逆にもういつも支えていただいてるので、もうすごい感謝しかないですけどね。後藤さんはひょうひょうと淡々としてますよね。なんか、そうですね、フラットですね。なんかいろんな作家さんと関わってるので、俯瞰で物事を見れる人じゃないとやっぱり女務まらないと思うんですけど、そういう意味では、なんていうか、
受け入れる度量がすごくあるというか、いろんな作家さん個別で対応してきてる、まあ、長年対応してきてる方なので、頼りがいあるお父さんというかお兄ちゃんというかそういう感じの人ですね。ずっとそれは続けてらっしゃって、それがまあ、すごく自分にとっては幸せだっていうふうにおっしゃるので、すごくこう犠牲心、自分を犠牲にしても作家さんのためにこう尽くすみたいなところが強い人なんだなとは思っていつも見てますけどね。まあ、体壊したら終わりなので、なんか寝てくださいとはいつも言ってますなんですよねそうなんですよ、結構こう、そうですね、後藤さんみたいにこう応援したいみたいな気持ちが強めな人じゃないとなかなか長くやれない業界ですよね。こう民間のギャラリーのスタッフってさっきから言ってるようにやっぱり人で足りないから夜中までやんないと終わんないし、うちとかだとうちレンタルと企画と両方やっていて、日曜日まで別な青野さんって方の展示やってて、今日から笹さんで今日初日なんですけど、前の処理が全然できてないまま次に行くみたいな、ゆっくりやってると今度お金が回らなくなっていくので、いろいろやってるうちになんかすごいバタバタして時間なくて、体壊さないか心配にはなりますよね。自分もそうですけど、作家は支えられてますよ。そういう努力していただいて、ね、ですかねなんかもう根性みたいな根性論みたいな、頑張ればなんとかなるみたいなの、ね、気力ですよね。あと気力ですよね。よくないだろうなと思いつつ、なんかもっと悩んで悩みながら丁寧にやりたいなっていう気持ちもあるんですけど、その時間が十分じゃないっていうのはジレンマとしてあります。もう次にどんどん進まなきゃいけないっていう思いますよね、うん、なんか他の場所とかも見に行ったりとかしてこう、いろいろつながったり勉強したりすればいいんだろうなと思うんですけど、自分とこのが次々入ってくるし変わる人がいないので、でも人を増やすお金が足りないとかがあるので悪循環にはなってるかもしれないですけどね。そのコロナの影響とかって今ないっていうか戻ってきましたか、その作家さんの。今割と完璧には多分戻ってないんですけど、3月4月は本当に休業要請出てたので止まって、展示もみんなキャンセルっていうか、こっちからお願いしたりのもあるし、向こうからちょっと怖いからやめるって言ったのもあったので、本当さっきちょっと喋ってましたけど、 DM 置き場の DM がだいぶ一回なくなりましたよね。何にも来なくて本当に何も動いてないんだなみたいな感じだったんですけど、最近は気をつけつつやっていかないと、ギャラリー特にそれでも開けないと収入が本当に、うちはやっぱりレンタルもやってるし展示やらないと、オンラインショップもまあやりました、やってるけども、でもやっぱりなんか現物見ないとなかなか作品って買えない。まあ知ってるアーティストのであればとか、ドローイングちょっととかだったら買えるけど、なかなか買えないから、開けないとなと思って開けていますね。で、借りる人もそれなりには戻っては来てるんですけど、お客さんが今度あんまり戻ってないかもしれなくて、それがやっぱりちょっと、アーティストさんに申し訳ないなとは、思うんですけどね。せっかく展示してるのに、なんかすごいあれもこれも気をつけてみたいな
本命帳ペン拭いてとか、あんまり密にならないようなことをやってとか、申し訳ないなとは思いますけど、これどんな感じですかね、コロナの話に行きますけど、秋田ってそんなに今感染者いないんですかね。全国的に見ればすごい少ないですけど、昨日とか過去最多で8人出ました。それでも8人ぐらいなもんなんですけど、それでもやっぱ秋田県民って8人出ただけでぱったり外出歩かなくなるところがあったり、あと、まあ、ココラボがあるこのビルって、繁華街で飲み屋もすごく多い通りなので、そこで、まあ、ちょっと前にクラスターが出た時は、やっぱりお客さんは来なくなりましたね。目に見えて、やっぱりこう、わかりますね。影響があるっていうのは。ギャラリー、下のギャラリーとかは、まあ、後藤さんもちょっと話していたけど、なんか未来のチケット売ったりとか、展覧会チケット売ったりとかって言ってましたけど、展示でも今も続いてる感じですかね。前半はちょっと、まあ、キャンセルとか延期とか中止とかってなってて、まあ、後藤さん自体もその未来のチケットを、まあ、出して、ギャラリー守ってきたって感じで、今は、まあ、私から見る限りだとすごく前のココラボラトリーのその展示、毎週何かこう展示が入ってるって状態がなってますね。今は戻ってきてるとは思うんですけど、 100% じゃないにしても。そうですね、C5 で2本延期になった展示があるんですけど、その後からは、まあ、予約制にしたりだとかしながら営業は続けていて、でもやっぱりその時はすごく少なかったです。コロナでっていうのもあるけれども、予約するっていうのもちょっとハードルが高かったみたいで、予約しないといけないんだったら、行かなくていいかなっていう方もちょっといたようでした。で、岩手自体、もともと出たのが、結構、後から一番最後だったので、全国で。そうですよね。そうなんです。で、その、結構出てなかった時に逆にそういう予約制にしたりとか延期をしてたんですけど、もう出てからの方が対策しながら、で、混雑時は入場制限しながらではあるけれども、もうとにかく気をつけながらやった方がいいなっていう雰囲気にはなってきたので、今は気をつけながらやっています。で、やっぱり企画によってもともと入場者数とか客層とか結構波があったので、どれくらい戻ったかっていうのもなかなかつかみづらいんですけど、でも最近は結構来てくださっているなという印象を受けてます。しぐさん、なんか演劇の公演やったりとか、知ってる時ありますよね。あります。演劇もあります。美術の話ちょっとあれですけど、演劇とかも今動いてる感じですか。そうですね。客席減らしたりだとかで始めているようですね。本当に対策をかなりしてですね。で、盛岡もともと結構演劇劇団とかも多くて演劇が盛んなので、だいぶ戻ってきてはいますね。質問のところにあったんですけど、質問大体 A の人たちと共通してるので、表現の場であるのはもちろん循環の起点のような感覚を受けていて、まあ、物理的に人が集まれなくなるとギャラリーに付随する表現の場じゃない、こう、出会いの場とか、そういうのがなくなっていったりとかするのが心配だっていう質問が来ていて、それについて感じていることあればっていうことだったんですけど、なんかやっぱ今聞いててもそうなんですけど、どうです？多分清水さんかなんか言ってたんですけど、場所持ってる、
ことが弱点かもしれないみたいなことを思ったみたいなことを言ってたと思うんですけど、私もそれ最初に春ぐらいの時になんか場持ってる方が本当に、まあ、弱点っていうか家賃とかそういうのはかかるけど人が集められない時に何もできなくなるっていうか本当弱点なのかなって思ったりしたんですけど、今割とそれあんまり思ってなくて、なんか結局気をつけながらやっていくし、多分これからイベントとかも気をつけながらやっていくんだと思うんですけど、その辺とかってどうです？そう思います。本当に気をつけながらやっていく。でなるべく近くの場所でやっているのがいいのかなっていうのは個人的には思っていて、そのやっぱりなんだ、県内にはやっぱりまだ行きづらいけど、近所だったらそういうギャラリーに行ったりだとかしようかなっていう人もいるんじゃないかなとすごく思っていて、だから私自身もやっぱり県外に行くのはまだハードルが高いし、あとは逆に、なんだろう、もっと身近でそういう場に行って、出会いだとかがあった方がいい形なんじゃないかなと思い始めていました。なんか、昔はやっぱり東京の美術館とかに定期的に行ったりとかしてっていうのはしてたけれども、結構それがもう辛くなってきたっていうのもあって、やっぱり、時間も交通費もかかるので、より身近でこう、そういう場所に行くっていうのと、まあ、ここもだけども、提供できるっていうのが、すごく重要になってくるんじゃないかなというのは思いました。今の時代だからこそ、地元のギャラリーに対しての、見え方ってまたこう深くなってくると思うので、もう地域に根ざし、より根ざす場所にこれからね、さらになっていくんじゃないかなっていう感じがしますね。うん、まあ、作家さんの意識も、まあ私もですけど、やっぱりこう、まあ、県外でやりにくい、まあオンライン主流の販売とかになったりとかもするので、なんかやっぱり身近なものとか、まあギャラリーもそうですけど、人とか、そういうところをすごく見るようになりましたし、だからより地元のいいところ、再度こう発見する機会に恵まれたなって、プラスに考えるようにはしてますね。ただ私、来年2月に、リアスアーク美術館で個展をやるんですけど、コロナの感染者が出ても何しても絶対開催するっていうのを主催側に言われてるので。絶対ですか？そうです。一度延期になったので、あともう媒体物とかも全部作り上げた後だったんですね、延期が決まって。で、まあそういうお金も使ってるプラス、まあ、こういう状況は、まあね、これが普通になっていくっていうのがあるので、お客さんは来なくてもやりますっていう宣言をされた。でも逆にそう言ってもらった方が、私も潔くこう構えてられるので、2月はね、極寒の気仙沼ですけど、頑張って搬入しようとは思ってます。うちもでも2月の展示あるんですけど、学生の展示があって、本当は去年じゃない、今年の夏展示だったんですけど、一回大学生っていうのもあって、ちょっと外部で動くのまだっていうので、一回中止にして、なんか学生聞いたらやっぱりやりたいって言ってるので、2月に組んでるんですけど、2月は何があってもっていうか、よっぽど本当外出禁止令とかじゃなければ頑張ってやろうねって言って今進んでるんですが、割とじゃあ 1,2,3月はそういう人いっぱいいるかもしれないですね。なんか止まっててもしょうがないっていうか、もうアーティストもどう動いていいかわからない状態からこう抜け出したいっていう人も多いと思うので、
まあ、本当に最低限気をつけながら、うん、お客さんがあんまり入らないのはもう致し方がないので、うん、でもこう活動を止めないっていう努力をもうギャラリーさんもですけど作家側もこう心がけてるっていうか、もう動き出そうよっていう感じが見えますね、私の周りでも、うん、なんかやっぱより地元でいろいろとお互い応援し合ってみたいなのが来年はまだ続きそうですよね。なんかやっぱりちょっと仙台多いじゃないですか。あんまりなんか気軽に盛岡とか秋田とかこそこそじゃないと行っちゃいけないかなとかってどうしても思うので、うん、そんなことないんですかね。結構そういう雰囲気ですか。だから私お店やっててもやっぱ県外から来たお客さんは申し訳なさそうにはしてますね。すいません東京から来ちゃってすいませんみたいなそんなことないんですけどね。本当にマスクもちゃんとされて、まあショップとかギャラリーも換気はちゃんとしてるので、うん、なんかそういう関係性、人と人のこうギクシャク感がまだまだあるのはありますねいや来てほしいです阿部さんにもなんか来てほしいです。はい、行きたいんですよね。昔あのココラボさんで必ずの企画展で展覧会1個やったことがあって、青野文明さんって方の展示と、あとダンサーの方と音楽やってる方のパフォーマンスをやったことがあって、企画とか何かがあると動きやすいから、なんかそこら辺 B の皆さんで考えてくださいみたいなことを言ってたと思うので、なんか今度考えましょうか。せっかくメッセンジャーでグループも作りましたし A でこう話してたことで質問したいんですけど、今までの展示で、まあ、シグに限らずでもいいと思うんですけど、前の職場でもいいと思うんですけど、すごいこれは無理でしょっていう作品とかありましたか？意外となかったような気がし、あ、でもやっぱり内容によっては、あの、お客様の方からこういうのを展示するのはどうなのかなっていうものはあったこともあります。特に、まあ、ギャラリーだとまだ大丈夫だとは思うんですけど、もうちょっと公共に近い場所とかだと、ちょっと過激な表現とかをお客様の方で、避けることもあるなというのは感じて。で、なんか配慮をしようとしても、なんか配慮することもまた展示のコンセプトにちょっとどう影響するのかとかも考えなくてはならなくなってきて、なんか線引きはすごく難しいなっていうのはありましたね。レンタルスペースでもそんなにじゃあまだ無謀なのはないですか？搬入日に作ってるとか搬入時間って一応決めますよね。決めますね。でもレンタルスペースの方はもう搬入の時間も含めて込みの、あの、価格というかなので、あの始まっても作っているっていうのは、まあ、その展示としてはどうかわからないんですけど、こちらとしてはまあ特には好きに使ってるからってこと。そうですね。あと本当に絵とか彫刻とかではなくて、例えばあのお花のものだったりとか、アクセサリーとか、そういったものだったら、なんか見せ場しながら作ってるっていうのも、全然不思議じゃないので。なんか、いろいろなんか、やっぱり、シグさんの仕組みをちょっと勉強したい。すいません、なんか、ややこしくて。花壇割とこう、火曜から日曜まで展示やって、月曜に搬入やって、みたいな感じなので、月曜日とか時間、逆さと合わせて開けるんですけど、うん、なんか、たまにこう、
12時からやりますって言って来たと思ったらお昼食べに行っちゃったりとかじゃあ1時でよかったじゃんみたいなあとなんか今作るんだみたいな、なんかあの今しか作れないものはいいんだけど今それを作るんだみたいなのとかは結構びっくりする時ありますけど、その仕組みいいと思いますそうですね、まあ、あと2階なのでどうしてもあまりにも大きいものとか、うん、はもう作家さんも計画の時点でないようにはしてるんだと思うんですけど、うん、エレベーターもなくてちょっとそこがネックです。棚は今後ろすごい真っ白なんですけど、床も今白くて、前はグレーだったんですけど、去年かな、去年か一昨年の展示で床にペンキで描きたいって言われちゃって、そういう企画展だったんですけど、まあ一応現状復旧するならっていうので書いてもらったんですけど、現状復旧しきれん、もうやっぱ無理でしょうがないから全部白に塗ったみたいな。で今割とこういう真っ白なんですけど、まあ徐々に多分グレーになるんですけど、なんか床が白いと本当異空間になりますね、うん、なんかすごい、そうですよね、まあ、自分で見てても白いですよね、面白い映像もある映ってるんで、なんかさっきからずっと、うん目が笹さんですね多分これのトークオンラインに上がる頃にはこの展示終わってるかもしれないそっか、じゃあでも菅原様のスペースは自分のスペースだからそういうことはなく淡々とちゃんとスケジュールしてやってますもんね。ですね、私のさじ加減ですね。ですよね、なんかどっか自分の展示ですごいこれはひどかったみたいなのとかって自分の展示ですか、あの、なんだろう、なんか、多分ギャラリーの人困っただろうな、みたいなことも、そんなにないですか。あ、ポコラボでやった時とかですか。なさそうです。なんかすごい、うん、あの、しっかりしてるからなさそうです。いや、なんかやっぱ、ポコラボは、あの、まあ、後藤さんが、割とできる範囲でいろいろやらせてはくれるので、まあ、床に白い砂撒いたりとか、まあ、そんなにすごい壁に何か穴開けるとか、なんかそういう破壊的なこととかは全然しないんですけど、まあ、民間のギャラリーさんなんで、すごく融通きくというか、うん、私の作風自体がそんな飛び抜けて、そんなことするものじゃないので、うん、困ったこととかは特にないですね。うん、チャンネル B の人用の質問が来ていて、各代表の表向きにはあんまり知られていない意外な一面があったら教えてくださいっていうのが来てるんですけど、それが実は清水とは月に3回くらい会ったら結構会えた方なんですよで、あまりすごいそうなんです。なので多分ツイッターとかの方があの知れます、清水のことSNS で皆さんもツイッターとかの方が情報を得られると思います。結構たくさんツイートされますよね、なんか結構よくツイッター開くと清水さんなんかいろいろ困ってる悩んでるなとか、なんか結構ツイッターは伸び伸び発言できるようなところのようです。じゃあ、ついちみずさんの意外な一面はごめんなさいで見れるっていうことで、後藤さんの意外な一面ありますか。なんかあの言ったらめちゃくちゃ怒られそうなんで、いいと思いますよ、怒られカットしますかいや、なんかまあ職場だとクールで通してるところはそういう、なんだろう、意外なところっていうのは、まあ、ね、ビルの人たちとかお客さんに見せたりはしてないので、ここっていうのはあれですけど、まあ、あの、A のトークの時にちょろっと言ってたのが、
あの車マニアっていうことは言ってますね。まあ、常にこう車見てるのは知ってます。すごいめちゃくちゃ詳しいんですよ。あとなんかご自分が乗られてる車がすごくレアな車で、すごいちっちゃい赤い車に乗ってるんですけど、その車結構ずっと乗ってますよね。乗ってないです。ずっとじゃん。あの、そう、なんか同じ車種、同じ色で2代目って言ってました。そうなんですね。見てますか？見ました。そうなんですね。何回か見たことあります。1回見たら忘れられないですよね。はい。なんかパフェ好きですよね。甘いものパフェ、あの甘党です。ココラボに持ってくる差し入れの量ってすごい、なんだろう、いろんな方から差し入れ、お菓子の差し入れされてるなっていう印象もあります。周知されてるのかわかんないですけど。滝本さんの意外な一面、私考えたんですけど、身近な人意外とみんな知ってたりするのかな。関本さんがどう見えてるのかちょっとわかんないんですけど、意外と心が弱いっていうか、打たれ弱いっていうか、なんか言われるとすごくしょぼーんってなっちゃうとことかですかね。意外、なんでしょう。ガーガー言ってる感じなんですけど、実は弱そうで、私が励ますみたいな、お母さんみたいになっちゃうんですけど、大体。あ、なんかすごい支えてらっしゃるのかなって感じは。よく夫婦だ、なんかもうこの近所の人とか、町内会の人とかとよく一緒に活動したりするんですけど、結構ずっと夫婦だと思われて、多分未だに思ってる人いそう。夫婦じゃないんですよね。でもね、すごい同級生だって話を聞いて、すごい長い付き合いですよね。そうですね。うん、中学校の時別にそんな親しくないんですけど、大人になってなんかで会ってしまって、こう関本が展覧会をメディアテイクでやるんだって言ってる時に、なんか展示見に行っちゃって、なんか知らないけど、そのせいで今に至ってる感じなので、そこからこう一緒に動くようになってしまって。巡り合わせですね。ね、うん、5年後、10年後の将来の自分の姿を、どのように思い描いていますかっていうのがあって、私今の流れで言うと結局そのスタートできて10年終わったんですけど、5年後とかってあんまり多分そんな変わってないかなみたいな、コロナ終わってればいいかなって、多分そんなに変わってないかなと思うんですけど、10年後この質問で考えたんですけど、結果わからないっていうか、わからないんですけど、A の話ってすごい老害っていう単語を連発してたじゃないですか。あの3人の年齢割と近いので、もう老害だから若いスタッフ入れなくちゃとか、まあ、シグさんはもう入ってるので、シグ自体は結構若いメンバーで動いてて、タナランって今もう言って、私年齢一応今回書かなかったんですけど言ってしまったので、同級生なので私も多分老害の年なんですけど、この老害の連発が結構聞いてるうちに腹立ってきてそんなこと言ってもいろいろ考えた結果、老害って嫌だなと思ったので、あんまりこうそれを気にすると多分今の物理的にっていうかあれだと、これ以上スタッフ雇う余力はないので、誰か出ないと次の人入れないんですよ。ってなると、私が多分ってこういろいろ考えたんですけど、でもなんかまだ痛いのもあったり、いた方がいいのかなとかもお母さん的には思ったりとか、すると、なんで、あえて年齢とかも言わずに、あんまりこう、上とか下とか気にしないで行きたいなと思うのと、あとなんかちょっと目標
たならんの目標でもあると思うんですけど、とはいえ若いスタッフさんやっぱいた方が世代は、まあ、下の世代の人も展示やったり見に来たりしやすいだろうし、絶対必要なので、目標としては多分もう一人をプラスできるぐらいの何かこうしっかりしたものを作らなきゃなっていうのは思って、今多分うちの代表はいろいろ動いているんですけど、それに私が文句を言ってるみたいなので日々喧嘩なんですけど、でもそれが大事なのかなと続けるならば思っています。5年後は同じことを続けてるのかなっていう感じはしますけどね。10年後は分かんないですね。まあここの場所から離れてる可能性もありますし、今私息子が一人いるんですけど、7歳なんですけど、10年後17ですよね。またその家庭の環境も変わると自分の仕事も変わってくると思うので、割と家族の方針に影響もされつつ、多分何か変わってきてるのかなと思います、5年後10年後。ただ、まあ、彫刻に関しては、まあ、死ぬまで続けていくつもりでやってるライフワークなので、そこはまあぶれずにやっていきたいなっていうのはありますね。ここのビル自体も、なんていうか、まあ50年経つビルなんですけど、老朽化が激しくって、なんか、その何年ここで続けられるのかなっていう、そっちの心配とかもあったりして、だからこう、直し直し、雨漏り直し、なんか隙間塞ぎみたいな地震来たら怯えみたいな感じでやってはいるんですけどね。分かんないですね。私の活動自体がその場所を持たなくてもできることではあったりするんですけど、まあでもこういう拠点ができたことで、あの実際に会いに行けるその彫刻家作家っていう、作家と直接交われる場所っていうのが作れたっていうのはすごい自分にとって大きいので、まあ今後は自分のギャラリーを使って、まあ今までもやってきたんですけど、自分と他の作家さん、まあアート寄りの作家さんだったり、クラフト寄りの作家さんと一緒にやって、またこう違った空間の見せ方をしていきたいな。っていうふうには思ってますね。だからなんだろう、伝え手がすごく少ないって、まあ、A のお話でもあったんですけど、もう自分でプロデュースしっかりできるように、まあ、展示とか、まあ、スキルアップしていきたいなっていうのはすごく今感じているところです。そういう自分を目指したいなとは思ってます。私は昔はなんか いつか自分でギャラリーをやりたいなと思っていたんですけど、でもなんか今シグに入ってすごくあのシグの考え方に共感しているので、なんかこのままいさせてもらおうかなと思っているんですけど、今本当に A チャンネルの方でも見てたんですけど、なんか継続可能な形っていうのが何なのかは考えていかないといけないし、考えていきたいなと思ってるんですけど、特に5年後、10年後、どうやって続けていけるのかっていうのは、すごく多分課題ですよね。でも、あとは、やっぱり、家庭とか生活との両立って結構難しいなっていうのは、すごく思います。お子さんいらっしゃる、7歳のお子さんいらっしゃる。結構大変ですよね。そうですね。なんかやっと自分の時間持てるようになった年なんですね。小学校に上がって、あの、ようやくちょっとこう何でも自分でできるようになってきたので、もう思う存分今は自分の制作させてもらってますけど。
でも未だにやっぱり、ね、寝る時間削らないと制作の時間って取れなかったりするので、日々追われてますけど、それが息をするようにできるようになってきたというか、だから今一番いいバランス、作家として安定してるのかなとは思ってます。なんかうちも今2歳の子供がいるので、大変な時期ですやっぱり、いや、なんでしょう、妊娠の時とか出産直後はかなり時間が取れないというか、やっぱ育児にかかりきりになってしまってたので、だからまたちょっとまた時間は取れるようにはなってきているけれども、もしなんか出産とかする場合はそういうところも結構、特に女性の作家さんとか女性でこういう業界にいる人っていうのは大変なところもあるというか、でも子供がいることで得られることもすごくあるんですけど。そうですね、まあ体力的にすごいきついですけど私あの母子像を割と作ったりとか彫刻でしたりするので、やっぱ息子、環境の変化ってすごくプラスに捉えてる人なので、そういう意味では、ね、彫刻ってもうなんかスポーツみたいなあのそうですよね、なのでめちゃめちゃきついんですけど、まあ最低でも1メートル以上の作品を作りたいなっていうのは未だに思ってはいるので、まあ、あのそんなに私も若い部類じゃないのであの体にこう気をつけながら、まあ、死んじゃったら終わりなので、まず、でもなんかだましだましですよね。だましだましですね。子供いないので、なんか逆によすごいなと思って、私今子供なんて言ったら犬だけでも手一杯なのに子供なんて言ったらもう多分ここには入れない。割と私も夜中遅いので帰るのとか無理だろうなと思って、やっぱ周りの理解ないとできないですね。やっぱ旦那さんがすごくあの理解ある人なので続けてられるっていうか、美術ってやっぱり一般の人から見ると、なんだろう、遊びの感覚ってされがちっていうか、本当やりたいことを楽しんでやってるっていうか、収入にこう直結しないようなすごく軽いイメージで持たれることが多いので、ちゃんとこう収入に結びつけて家庭も守りつつやりたいことやらせてもらうっていうのが自分の中でこうちゃんと決めてるところというか、まあ出産を機にその美術から離れちゃう人がすごい多いので、女性は特に、なのでその辺は負けたくないですね、男性に。なんか女性にしか表現できないことってすごい多いと思うので、あのね、代表の方たちを支えてらっしゃるお二人もやっぱ重要なポジションだと思うんですよね。やっぱお二人いないと多分成り立ってないじゃないでしょうか。どうなんでしょうか。わからないですよね。そうです。千葉さんいないと多分清水さんは成り立たなそうですけど。あの量が増える感じですよね、きっとね。なんか女性、そうですよね。男性でもきっと美術、アーティストだとか言うと、遊んでる人みたいに一般社会では思われますよね、きっとね。思われる時もありますよね。結婚する時とかになると。それが女性だともっと続けづらい感じになるんですかね。なるんですかねっていうか、なんかこう社会的にも不安定な立ち位置になるというか、なりわいにしてやられてる方って本当一握りだと思うんですけど、だから、まあ、私みたくすごいあの仕事を掛け持って
心のバランスもとって社会的なこう信用も得るみたいなやり方って今割と増えてきてるんじゃないかなとも思ったりして、ね、あの一本に絞ってなりわいにして美術をやるって憧れますけどね、実際問題めちゃくちゃ難しいことだと思うので、しかも今のご時世ですし、作品ってまあね、金銭的にも心の余裕とかある時じゃないとなかなかこう見てもらえないものだと思うので、ね、コロナになってより一層、まあ、心の安定みたいなの求めるお客さんすごく多いですけど、でもまあ、ね、まあ、物理的にお客さんの入りってすごい少なくなってきてるってお話、周りの方はされてるので、難しいですよね。なかなかこうギャラリーの方たちのお話聞く、こんな機会ってなかなかないので、作家としてはすごく興味深いところですね。絵の方たちのお話もそうですし。戸原さんの やり方っていうか、すごいきっと、参考になる女性にまあ限らないですけど、女性のアーティスト、若い子たちとか、あまり仙台だとなんかあんまりいないような気がして、職業としてちゃんとやっていく、収入とかもちゃんと得て、大変大変って感じじゃなく、やっていくっていうののなんかこう、見本じゃないんですけど、すごい勉強になるんじゃないかと。思いましたね。今日ずっと聞いてて。そうだといいですね。まあ大学で教えてても、ね、先生になるための大学で今教えてるので、先生一本で頑張りなさいよって教えなきゃいけないんですけど、本当は。うん、でも私みたいな生き方もあるよっていうのを、美術を志す、子には知ってほしいっていうのもあったりして、すごい不安定な職ではあるんですけど、頑張ったら頑張っただけこうそれに見合うものがついてくるって思える職ではあるので、いろんな環境でなかなか美術続けられないっていう人も多いと思うんですけど、あの小さくてもやるかやらないかだけの話であって、うん、大きくやらなくてもできるところからずっとやっぱ続けるってことが大事かなって思ってやってますね。まあ私の場合は本当寝る時間、毎日こう 3,4 時間とかなんですけど、寝る時間を削ってもやる意味を感じてるので、うん、3,4 時間3,4 時間、そこちょっと 3,4 時間がすごい、なんかそれが当たり前になってきちゃいましたね。あ、でも今日はトークするので、6時間ぐらいは寝ました。ちょっと頭働かないと大変なので。他の世代、特に下の世代との関わり方についてっていうのあるんですけど、どうですか？千葉さんって言っても、ちょっとまだお若い。でもあの、ギャラリーシグで展示して、作家さんも私より若い方増えてきていて、年上の作家さんにもなんですけど、なんか尊敬はしつつも、なんだろう、対等な立場で、やっぱり話していきたいなっていうのをすごく意識してて、でもそのためにはもっと自分自身もちょっとこう、自分自身のなんて能力とかも向上していかなきゃ、なかなかそういうふうに話して、いけないんですけど、ね、A の人たち、まあ、うちの関本特にだったかもしれないけど、こう若い子に何かこうお願いするとか、まあ、結構強く言えないみたいなのとか、なんかすごいうじうじしたこと言ってたんですけど、そういうのってあんまり感じなく、でもこの間思ってて、清水さんも後藤さんもあんまりそういう感じじゃないのかなと思って。あります、あると思います。あのなんか条件とかを、でも はっきり言おうと思ってます。あの、なんか結構条件の話が後になってしまう場合って、なんかこれまでもあったような気がするんですけど、あの、
見てきたことがある気がするんですけど、なんかやっぱり条件先にはっきり言っていた方が、お互いで、お互いになんだろう、ここはちょっとこうですとかも言いやすいのかなと。ちょっと、あんまりいい条件じゃないと言いづらいところももちろんあるんですけど。なんかこう、ギャラリーのことじゃないことでも、条件、まあ、この分やってって言ってお願いすると、それ以外のことってあんまりやってくれなかったりした時のこの、なんか、昔なら、まあ、5時まで働いてって言っても終わってなかったら、なんかその後手伝ってくれるかなとかっていう、こう、感じがあったけど、今って割とそういうことはダメじゃないですか。パサッと、若い子もちゃんと、そこはちゃんとパサッてする。でもなんか、そうですね。本当に、私、まだ10年、社会に出て10年経ってないんですけど、この10年でもかなり変わってると思います。最初は、最初は、そんなことなかったですよ。最初はそんなことなかったけど、今はやっぱりきっちり時間通りとか、来る時間じゃなくて帰る時間を時間通りっていうのがすごく浸透してきてるなっていうのは思っていて、でもそうなってほしいと思ってます。体が大事なので、やっぱりなんか体調崩す人とかも結構やっぱ美術業界多くないですか？それもそうですね。若い方の方が体力ないかなって思う。おじさんたちすごいじゃないですか。70代とか60代の人たち、すごいじゃないですか。なんかどうしてあんなことができるんだろうみたいな。なんか父親、母親世代、すごい強いですよね。強いですよね。なんか自分よりも元気だなって思う。思いますね。なんかずっと立ってるのとか平気だったり。なんか若い子すぐ腰痛いって言って座ったりとか、まあ私もしますけど。やっぱ時代ですかね。時代なんですかね。そんな。なんか20代とかの頃よりも今の方が元気な感じはします、自分でも。こうなのか。ずっと緊張してる感じがします。若い頃って。なんかずっと緊張してるからすぐ不調になりやすいというか。あ、失敗してもいいじゃんみたいな。なんか心の余裕みたいなのは死ぬわけじゃないしみたいな。それはなんか今の方があり、なんか昔よりちょっとずつつけられてきてるかなって思います。しますね。本当、若い方に学ぶことがいっぱいなので、学びつつ、こう一緒に何かしたいなって思ってもらえるようになってればいいなって思うんですけど、仙台をどう思いますかっていう、なんかさっきもちょっと話したんですけど、一応なんか後藤さん無味無臭だって言ってて、清水さんは、友達がいる場所みたいなこと言ってたと思うんですけど羨ましいなみたいな、なんかメディアテイクとかあって羨ましいなとか言ってたと思うんですけど、でも清水と結構似てます。メディアテイクがあったりとかで人口も多いし、結構東北の拠点というか中心地っていうイメージがあるので、しばらく行けてないので行きたいなと思ってます。やっぱメディアテイクなんですね。やっぱ秋田から宮城県美術館もあるし、ですけど、あと仙台に限らず宮城県は結構アートスペース多いなと思ってます。今なんか石巻とかに新しいアートスペースとか、あと割と若い作家さんがいっぱい集ってるようなイメージあって、多分なんか何だったら仙台よりも石巻の方が元気あるなっていう感じしてますけどね。なんか塩釜とかも結構よく行ってました。塩釜もビルドさんとか杉村純美術館とかすごいいろいろやってますよ。結構天才、県内に点在しているイメージもあります。人口が多いっていうのは何ですかね。どうです、菅原さん、ずっと悩み続ける顔で見つかないみたいな顔してますけど
っぱ無味無臭なんでしょうか。無味無臭って何回も言っちゃったけど。悪口じゃないですけど、いや、憧れ強いですよね。まあ、東北の中の都会じゃないですか。やっぱ人口も多いですし、この間、スタンダードストアさんでポップアップをやったんですけど、なんか物だけ送って、まあ、売っていただくっていう形だったんですけど、なんていうか、すごく憧れの場所っていうか、人が集う場所で展示できたっていうのが、まあ、作家としてはすごく自分の中のなんか特別なものになったっていうのがあるので、うん、特別な気持ちは強いですね。すごいなんかざっくりしてますけど、なんていうか、うん、盛岡って割とがっつり特色が見えるっていうか、その昔のものを残しつつ大事にしつつ変わっていくっていうか、うん、仙台、うん、仙台なんか気候がガラッと、気候って本当に雪とか寒さがガラッと変わりますよね、仙台くらいから。うーん、秋田と盛岡は多分極寒ですよね。そうですね、やっぱ北東北とまたこう違うんでしょうね、うん、なんていうか 文化もやっぱ違ってくるっていうのが、うん、すごくその気候は影響してると思います。うん、うん、私もその山形と、福島と宮城にいたので、そうですよね。はい、まあ、一応テーマ、まあ、表現の場の実践と、まあ、今後求められる場とはどういうものかっていうことで、なんかトークの中で結構ここっていうところでそういうことを話してきたと思うんですけど、まあ、なんかこう秋田と岩手をすごい参考にっていうかしたくなりました。あんまり東京、まあ東京も大事なんですけど、と、まああともっと地元を意識してやっていかないとなって思いましたね。なんかこう連携してこれから東北ができることってすごい多くなりますよね。こうやってココラボとね、シグさんとターンラウンドさん、この民間のギャラリー3つの力ってすごい無限大な気がしていて、まあ、おのおのでその県でやれることはやるんですけど、なんだろう、あんまり大きくこと、私の、ね、作家の口からあんまり言えないんですけど、でも3県できること、まあ、東北でできることってすごい大きいなって思います。うん、なんかぜひ一緒にやってほしいです。願望。願望。なんか本当にいいで考えてくれって言ってたので、何か考えたいですね。じゃあ今日は本当に長々すいません。ありがとうございました。楽しかったです。よかったです。これを機に今後ともよろしくお願いします。今後ともよろしくお願いします。全部頑張ります。はい。すいません。